さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。わきわきわっきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山です。さあ、本編始まる前にチャンネル登録よろしくお願いいたします。モチベーションが上がりますんでお願いいたします。さて、毎週土曜日は1週間最新ガチャガチャやってみた、そう、最新カプセルトイパトロール、今週も7アイテムこちらに入っております。それでは早速回していきましょう。ガチャガチャ、はい、7日目です。それでは一個一個見ていきましょう、どうぞ。1日目です。今ちょっと話題、これミニミニカード出す ST ガンダムガイデン、バンダイですね。なるほど、カード出すの機械のミニチュアですね。よしと、ほほほほほ、ここでロールして出てくる感じ。わー、あ、カードになっている。このキラカードもついてますか。ジュシマついてるんだ。に差し込みます。閉め、おー出てくる、イエーイ、キラカード、お、すごいな、お、出てきますね、お、これはすごい。すごい。2日目。バニャニャ。バニャニャ。はい。私は完熟ニャが当たりましたね。完熟ニャ。うわぁ、気持ち悪いけどね。バニャニャ。いや、まさにカプセルトイって感じですね。バニャニャです。完熟バニャニャ。にゃん。3日目。エールです。ハッシュタグ、整う。コンパクト折りたたみの椅子、これが当たるわけですよ。ブラウン、はい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 、椅子ですね、椅子です。はい、椅子です。4日目は黄色いカプセル、トイズキャビン、お弁当猫ミニフィギュア、世界観があるのね。セット内容は猫フィギュアとお弁当パーツと紐。あれ、可愛らしいね。白&たい焼き、8割れグレー&サバ缶、黒&ツナ缶、8割れ黒&焼き鮭。お、これは8割れとサバ缶だね。結構重めの素材の8割れ猫。ポテッとしてますね。それにサバ缶、細かいね、細かい。結びました、サバ缶でございます。サバ缶乗ってどこ行くの。5日目です。ジェイドリーム光る屋台ミニチュア、たこ焼きお好み焼き、焼きそばクレープ、チョコバナナ、ね、わあ、焼きそば当たり当たりですね。はい、焼きそばの屋台ですけども、このね、この屋根の部分がね、この素材っていうのがね、リアルですよね。よし。え？お！いや、いいんじゃない？屋台の雰囲気。これは何個か欲しいね。並べたいね。いや。横もいいね。うわー、夏祭りっぽい。6日目、黄色のカプセルが多いね。トイズスピリッツ、ミニミニあの頃のプールバッグ。いいねー、プールバッグです、プールバッグ。黄色、あら、いいね。結構でかいのね。おー、ちゃんといいですね。うわー、素材はね、本当にあのプールバッグと同じ。ビニール製。うわー、結んで。結構使えそう、いろいろと。かわいらしい、これフルーツ。
いやー、プールバッグだ、プールバッグ。はあ、何入れよう。7日目です。ジェイドリーム、にゃんこスリッパ。何これ。あら、ミニチュアのスリッパです。にゃんこスリッパ、猫踏んじゃった。あら、これは何？グレー猫。あ、きちっと滑り止めもあって。これね、開けられるそうで。ちょうどね、人形サイズなんですって。だから履くことができるというね。もう開けるのもったいないな。こうやって飾っとこう。にゃんこスリッパです。にゃーん。いくらフルーツって言っても気持ち悪いよね、これ入ってんの。バカンス中。バカンス中。焼きそば屋さんと思ったら、サバ缶屋さんだった。誰か捕まえて、泥棒猫。焼きバナナも始めました。やめました。綺麗だね、このコラボレーション。綺麗だね。綺麗だね。すごいね。お店ごと入っちゃうね、これ。そこはサバ缶持って、スリッパ入れての。先生、バナナおやつに入りますか？入らない。じゃあこれ持っていこう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。結構入るね、これね。はい。は、行ってきまーす。兄ちゃん、焼きそば食べてかない？おみこし、ぽい。さあ、どれがキラカーだい？これでしたー。今回は綺麗に乗っかったねー。やっぱ椅子のおかげだね。全部乗っけてみました。以上です。とても窮屈だね。最後のコラボもありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント。さらには僕のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいよというリクエスト。エモーイ昭和レトロ風ガチャガチャの情報。およびご当地オリジナルのガチャガチャの情報などありましたらコメント欄にてお願いいたします。シープラさんでポイント貯めてエコバッグもらっちゃいました。かわいいですよ。アイラブガチャシープラね。え、なんか新たなアプリが登場するようでございますんで楽しみですね。ありがとうございます。それではまた次回。この後はガチャ店の模様をドン。ポケットから小銭を取り出す運動。コイン入れたはずが床に落として素早く拾う運動。コインを入れて回して何が出るかわからない。神様どうかお願い、あのキャラのが欲しいの。これで5個目、中から出てきた見慣れたのキャラ。それでも
投げ、いいねをたくさんもらっての家入りの運動。昭和のレトロスーパーカー、ボールペンで弾きレース、金消しを交換し、トントン相撲やろう。金消しは京都の文字が